はい、幼稚園児の皆さん、はい、こんばんは、料理のお兄さん、リュウゼーす。はい、タカちゃんが誠心誠意込めて作ったそうメダカちゃんたち育てたのよ。ちゃんと名前つけたからね。一匹一匹教えたろうか。うん、これはカズヤで、ミサキで、これカツユキで、アカネ。ちょ、それ俺の家族じゃんやめてよ。じゃあリュウジも入れてよ。あれ、うん、リュウジ死んでる。一匹いましたよ。はい、醤油少々。5分放置。はい、みんなに謝らなあかんことがある。本当は今日鬼殺しをね、揚げて厚かにしようかと思って、寒いから。そう、そう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 。だけどついに来てしまった。見つかなくなっちゃったね、コンロの寿命、うん、ってことで。俺も寂しいよ。そんなのファミリーが許しませんよ。だってしょうがないじゃん。はい、今日はなんと、はい、2月の16日、はい、ゆうちゃん、はい、お誕生日おめでとう。しかもね、トポトポリクエストもくれました。いいね、それよくない、うん、誕生日プラス何飲んでほしいか言ってほしいよね。そう、牛乳目に入った。トポ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 。ないそう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 。酒つくこい。ゆうさん、お誕生日おめでとう。俺たちはファミリー。やべえ、あ、牛乳が負けとる。そう、全く味しん牛乳。ニキビ多いな、あれの下に3つぐらいあるもん。あー、もうやめてそういうこと言うのおすすめ。じゃあまたリクエストをお待ちします。鬼殺しでなんとニキビが消えるらしい。はい、はい、カットカットカット。5分つけておいたのがこちらです。もうそう、できました。うまそう。でもこれちょっと目がいっぱい、怖い、集団恐怖症、中央体恐怖症の。はい、じゃあ全ての食材に感謝して、はい、いただきます。うまく、うん、ガチでシラスも、あ、しかもシラスよりね、でかいから、うん、歯ごたえがすごい。あ、水草。うん、あ、ネビめてなちゅう、君たちゅう。